マキキ聖城、キリスト教会マキキ聖城、キリスト教会は、ハワイ州ホノルルにある、キリスト教会である。アメリカ合衆国ハワイ州のオアフ島ホノルル市、ペンサコラ通りにある、プロテスタント教会である。ハワイへ移住した日本人牧師である、奥村滝守によって1904年に開かれ、現在の教会建築は1932年に建てられた。外観は、奥村が、 高知県出身であることにちなみ高知城天守を模している。現在も多くの日本人が訪れている。また、ハワイリバイバルミッションにも協力しており、新城教会からも神徒が集まっている。高知県出身で大阪教会の宮川津ネテルから受選し、同志社人学校を卒業した奥村滝守が、1894年にハワイ電動会社の宣教師募集に応じて、 ハワイに渡り、開拓伝道に着手した。日系移民の信徒は増えていき、1932年に街道が完成した。太平洋戦争で多くの日系移民が迫害を受けたが、それでも教会は弾圧に屈しなかった。戦後も信徒は増えていき、白人移民の信徒も増え始めた。この教会の教会員だった日系人の本山、ジュリア・ハルエは、後に、 日本へ渡航し、長老派、バプテストのクリスチャンと福音交友会を結成し、京都、泉州、奈良の開拓伝道を始めた。1983年には、元山ジ樹里也春江が開拓した福音交友会岸和田聖書教会で牧師をしていた黒田作が現在の牧師として招かれている。2012年、黒田作が聖和女子中学校、 高等学校に校長として就任。後に、具子堅清が牧師として招かれるが、2017年6月に退職した。現在の牧師は、藤波義孝。ありがとうございます。